着物クラブ南、失敗のない袋帯の結び方です。皆様こんにちは。今日は袋帯の結び方をご紹介したいと思います。まず用意するのは袋帯ですね。袋帯長さ今日は 4.4 メートル、割と長めの最近の帯ですね。だいたい 4.2 メートルとか短くて結びづらいという問題が多々あるかと思うんですけども、基本長さのある帯でちょっと帯結びを覚えていただいてから、その後短い帯の結び方を紹介した方が分かりやすいと思うので、今日は長さのある帯を使います。で、二重太鼓にしますので、名古屋帯よりもお太鼓の分1枚長いのでちょっと長くなってるんですね。で、最初にしたいのがちょっと印をつけたいと思います。どこに印をつけれるかと言いますと、帯枕の山の位置を決めたいんですね。今こちらに印をつけてるんですけども、どの位置になるかと言いますと、帯幅4枚分プラスこの垂れの部分、それがこの位置になってるので、ここにちょっと印をつけておきます。あと前帯の中心ですね。私は今ここにつけてるんですけども、一回結んだ時に一番きれいに結べたなと思う時に、外す時にマークをつけておくと次に結ぶときに失敗がないので、この2箇所印をつけておくととても便利なのでやってみていただきたいと思います。あと袋帯はちょっと高さが欲しいので、名古屋帯の時はこういう帯座を入れても入れなくても好みだったんですけども、袋帯の時はぜひ帯座は入れた方がいいです。あと後ろに私ですと手が回るんですが、なかなかそこに手が届きにくいという方はタオルの真ん中にちょっとゴムを入れていただいて、後ろこんな感じですね。そうすると帯座も簡単にできますので、あまり無理なさらずこういうのを利用されたらいいと思います。じゃあ早速結び始めたいと思います。まず袋帯の垂れ先を左にして手先を右にしますね。で、半分に折っておいて、名古屋と同じです、名古屋帯と同じです、右向きに巻いていきます。で、右やっぱりハンドバッグですね、持つような感じで、こちらに折るんですが、名古屋帯の時よりもちょっと多めに折ってありますね。で、止めます。名古屋帯はまっすぐ横に折ったんですけれども、袋の場合はちょっと上に厚みを逃がしてあげて締めていきます。で、戻ります。で、次一回締めて、で、ここも帯の中心、印をつけたところに来るんですけども、ちょっと幅出ししますね。袋帯はちょっと前幅を広くした方が綺麗なので幅出しをしたいと思います。で、もう一枚巻いていきますね。で、こちらでもらって、名古屋帯と同じ、ここがお太鼓部分になるので半分にしたくないので、こちらを持って締めていただきます。クリップお引っ越しですね、お引っ越しします。そしたら名古屋帯と同じ手先を抜いていきます。でスライドさせて、同じくこうまっすぐに下げますね。で、名古屋帯と同じ折り返して、余りがないようにきれいに折り返してあげて前に持ってきます。名古屋帯はだいたい真ん中だったんですけども、袋帯は手先を多く取った分ちょっと右に行きます。これ止めときますね。で、後ろ、お太鼓止め使います。クリップでもいいんですけども、お太鼓止めは厚みがないので仕上がりが綺麗なのでこれ使うといいかなと思います。今日はこれ使いますね。名古屋帯と同じ後ろ中心よりちょっと左止めていきます。こんな感じですね。そしたら帯座をここに入れます。
垂れ先を仮紐使って決めますね。表側に仮紐を当てて折って、あるべきところにセットします。こちらにセットしたいと思います。で、帯の下でキュッと結びますね。そうしましたら、ここ増し目にクリップを外してあげて、後ろにまっすぐ下げてあげます。まっすぐこの辺に通しますね。で、まっすぐ下げたら次に何するかというと、名古屋帯と同じですね。仮紐ここで帯をまっすぐセットする意味で、ここに仮紐します。私が163センチなんですけども、帯の先がどこまでいくかというと、だいたいふくらはぎの後ろです。もし小柄な方でしたら、これがもうちょっと下に行きますね。で、私よりもっとお背の高い方でしたら、もうちょっと上に行きますね。ここの距離は同じなので、ご自分の帯を締めた時にどこまでいくか覚えておくと、毎回失敗がなく綺麗に結びます。ここまでが名古屋帯と同じで、何が違うかと言いますと、帯枕ですね。帯枕を当てる位置が20代子の場合は内側になります。ここで同じように1、2、3で返しますね。1、2、3、背中に結んであげます。だからガーと一緒ですね。帯枕から帯揚げを外してあげて、それで締めていきますね。同じように、あまり名古屋帯と同じですね、同じようにきつくしないで中の方に差し込んであげたいと思います。だいたい形ができてしまってるんですけども、邪魔なので帯揚げをしまっておきます。帯枕を背負ったら、上の方の帯、あの仮紐は外して大丈夫です。次どうするか、ここに仮紐があるんですけども、ここに重ねて帯を仮紐に近づけます。余ったものを中に入れてあげます。で、前で締めますね。これ簡単に割と綺麗にできてるかと思うんですけども、最初に垂れを決めてしまうので曲がることがないです。あと、まっすぐの作業なので、やはり 帯山も曲がることがなくきれいにできますね。失敗がないと思います。そしたら手先ですね、同じように仮紐を触りますね。この仮紐を触ってあげると、手先を入れる場所を間違えないので、あと電車がレールの上を走るように手先を中の方に入れてありますね。こんな感じ。だ、ここで手を外さないで、ここでスタンバイします。帯紐真ん中で渡してあげて、振りかけて、帯幅の手の半分のところを通るようにしてあげて、前に持ってきます。で、2つにして左上になりますね。で、ギュッと強くして右に上げます。左の紐を上から下げて、向きを間違えないように遠くで差し込みますね。こんな感じね、できたんですけども、帯締め締めたら仮紐は全て外して大丈夫です。こんな感じ。そしたら帯揚げですね。帯揚げは脇まで広げてあげて、指3本分ぐらいの長さにしてあげて、指3本分ぐらいの長さにしてあげて、脇まで揃えたら左を上、一結び。で、結び目をちょっと逃がしますね。本結びはもう一回ここで結ぶんですけども、簡単にやる方法で、ただこれを絡める方法もあります。で、帯板の手前に差し込みますね。帯板の手前に差し込んで、真ん中に沈めて、同じ。流してあげます。こんな感じ。
して帰ってきたらやることが一つあります。何をするかというと、この中心に印をつけてしまってあげたいと思うんですね。ここが決まれば両方のバランスが決まりますので、ここがポイントです。それをやっておくと次に失敗がなく結べると思いますので、試していただけたらと思います。